大丈夫は大丈夫。今仲良くやってるんだけど、もう何度も行かないからさ。だからほら、地獄台で今教えてるのが遠藤っていうやつだから、遠藤と同級生でいたんですよ。だから練習一緒にやったもんだって、だからそれで食ってるの。そう、体ついてるな。これもういいのに、ね、Thank you.
Thank you.